橋本左内は、日本の武士、志士、思想家。号は、慶だけ、はじむ縁。意味縄後期。著書に十五歳の時に志を記した、啓発録がある。八百三十四年四月十九日、橋本長綱の子として、越前国上番町に生まれる。母は、小林聖栄の娘。弟に後陸軍軍移送官、死者となった、橋本工場がいる。 家計は、足利氏の連氏桃井氏の後院祖先が、桃井より、母性を犯して、橋本性に改正して、以来、橋本を称する。家営2年、大阪に出て、敵塾で、乱邦医の小形公安に指示する。家営5年19歳の春に父、長綱が病気のため大阪での勉強を打ち切って、帰還し、大臣に従事して、患者の治療に励んだ。11月に、 父が病死すると、範囲の列に加えられた。安政元年には、江戸に留学し、蘭学者、坪井信義の塾に入り、間もなく坪井の紹介で、杉田聖景に指示し、乱方医学を学ぶ。その後、水戸藩の藤田東子、薩摩藩の西郷吉之助、小浜藩の梅田雲平、熊本藩の横井昌蘭らと交流する。休泊した時世に接するうちに、 医学を離れたい心を起こした佐内は、中根幸恵、鈴木力の尽力によって、安政二年に、藩囲職を解かれ、御書院番に転じた。やがて、福井藩主の松平春学に側近として登用され、安政四年正月藩校、明道館御用係、学館同様となる。在任中は、明道館内に、洋書修学書と総武芸稽古書等を設けた。同8月、 江戸住を命じられ、自読権ご内容係を務め、藩主の側近として、藩の政治、国の政治に大きな関わりを持つようになった。十四代将軍をめぐる将軍刑視問題では、春学を助け一橋義信擁立運動を展開し、幕政の改革を訴えた。また英明の将軍の下、と、夕藩連合での幕藩体制を取った上で、積極的に、 西欧の先進技術の導入、対外貿易を行うことを構想した。また、ロシアとの同盟を提唱し、帝国主義と地政学の観点から、日本の安全保障を弁じた尖閣者でもあった。安政5年、大老となった、井伊直弼の手により安政の大国が始まり、春学が隠居禁止を命じられると、将軍軽視問題に介入したことを問われて、 取り調べを受け、親戚のおぼろ、肝臓の屋敷に遊兵され、禁慎を命じられた。取り調べの際、指針でやったのではなく藩主の命令であると主張したことが、いいの尺に触ったらしく、遠投で住む刑罰が重くなり、安政6年10月7日、天馬長老屋敷で残首となった。去年26。本人も死罪は予想しておらず、最後は、 その無念さから泣きじゃくりながら死んでいったと伝わる。墓は、福井市の善景寺に隣接する、佐内公園と、長州の吉田商院などとともに、南千住の絵光院にもある。海名は、京学院紫涼美輝き古事、1891年、造成四位。かなり高潔で、清廉潔白な性格のようで、西郷隆盛も、その無種な性格に心を打たれたり、牢獄でも、 老な主に変われるものなら変わってやりたいと思われるほどの人格者だった。一方で野心家な面があり、この世に名を残したいという思いと行動力と頭脳見識があり、その結果が結局命取りになってしまった。7歳で、官籍私文図書道を8歳で漢学を学び、生涯を通じて学問武道に励んだ。 序文を記した矢島白氏によれば、当時の橋本左内は、学友が激論している時も常にうつむいて、行儀よく、座り、皆の話を黙って聞いているような少年で、自分の学祭を表に出さず、陳摯目光しているような人物だった。啓発録は、左内が、それまでの生き方を変えるみ、その後の生き方の指針として5項目を定め、表したものとされる。下記はその概要である。 察知心、目先の遊びなどの楽しいことや怠惰な心や親への甘えは学問の上達を妨げ、武士としての気概を持てないので捨て去るべき。ブリキ、人に負けまいと思う心、恥を知り悔しいと思う心を常に持ち、絶えず緊張を緩めることなく努力する。立志、自分の心の赴むくところを定め、一度こうと決めたら、その決心を失わないように努力する。 勉学、優れた人物の底を見習い、自らも実行する。また、学問では、何事も強い意志を保ち努力を続けることが必要だが、自らの才能を鼻にかけたり、富や権力に心を奪われることのないよう、自らも用心しつつしむとともに、それを指摘してくれる良い友人を選ぶよう心がける。拓孝友、同郷、学友、同年代の友人は、 大切にしなければいけないが、友人には、そんともと、液友があるので、その見極めが大切で、もし液友と言える人がいたら、自分の方から交際を求めて、兄弟のように付き合うのが良い。液友には、次の五つを目安とする。戦前の絵はがきより、橋本左内の墓左内の意外は当初、小塚っ腹の絵工院に埋葬されたが、1863年5月、 福井愛一町の母大寺前継寺に改装された。墓所は前継寺の境内にあったが、1945年、空襲により前継寺が消失。前継寺は明京寺に併合した。この一帯は終戦後の都市計画で児童公園として整備された。京岳改編、橋本早内全州東京大学出版会属日本、史跡協会総書全3巻 ありがとうございます。